はい、望月凛です。今回は恋愛をスムーズに進め良き男女関係を築くためのコンサルタントをしているエレン・ファインさんとシェリー・シュナイダーさんの書かれた名著恋と結婚のルールズを解説していきます。この本は一言で言うと男性を夢中にさせるための方法を教えてくれる本だ。男性を夢中にさせる方法か。ああ、この世界に自分のことを好きな人がいるとかなり心が豊かになるだろう。逆に自分のことを好きな人がこの世界に一人もいないというのは、ああ、なんと悲しいことなのだろうか。確かにそうですね。パートナーがいると自分の全てが肯定されている感じがしますし、心が豊かになりますもんね。その通りだな。今までも説明した通り、人間関係の豊かさは幸福に最も直結している大事な要素になる。幸せになるには家族や恋人、友人は欠かせないわけだ。はい。しかしだ、今日本では婚姻数がゴリゴリに減少してきている。実際に厚生労働省のデータによると2019年には59万件もあった婚姻数が2020年には52万件、そして2022年には50万件に減少しているのだ。減ったなあ。まあ明らかに独身の人が増えましたからね。もちろん恋愛をするしないはその人の自由だからとやかく言うことはできないが、恋愛をしたいし結婚もしたいのにできない女性もいることだろう。そこで多くのモテない女性を救ってきたこの著者から、女性が男性を惚れさせるための正しいアプローチの仕方を学ぼうということだな。でもこのチャンネルの視聴者って男性が多いと思うんですけど。男性は男性目線で、女性は女性目線で楽しんでいただければと思うぞ。なるほど。今日の授業を受ければそんな男性を夢中にさせるための方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、男性を夢中にさせるためには女性からアプローチしないことだな。女性からアプローチしないこと？ああ、というのは男性は本能的に追いかけたい生き物だからな。実際にパーティーや合コンなどで女性が男性にグイグイアプローチしたりアピールしたりすればするほど男性の気持ちは離れていってしまう。間違いなくそうですね。女性からグイグイ来られると萎えますもんね。うむ、むしろこっちのことを全然気にせずに勉強したり仕事をしたり本を読んでいる女性にグッとくるだろう。そうですね。なんでしょうね、男って不思議ですね。それは最初に言った通り、男性には簡単には手に入らないものを追いかけて手にしたいという本能があるからだな。逆に男性は女性から追いかけられると萎えてしまうんだ。本当にそうですね。そのため恋愛において大事なのは、女性から男性に歩み寄るのではなく男性を上手に追わせることが大事になる。だから女性から話しかけてはいけないし、食事に誘ってもいけないし、 LINE を交換しようとしてもいけないし、電話をしてもいけないし、食事に誘ってもいけないし、お店を決めてもいけないし、見つめてもいけないのだ。そんなことをすると男性の追いかけたいという本能を削いでしまうからだ。なるほど。じゃあ女性の恋愛はとにかく男性から声がかかるのを待つしかないんですね。そうなる。仮に我慢できずに女性からグイグイアプローチをしても決してうまくはいかないし、仮にそれで付き合えたとしても男性からはあまり大事にしてもらえないだろう。大事にしてもらえない？なんでですか？簡単に手に入ったからだ。時計で例えると、簡単に手に入る100均の腕時計はなかなか大事にしないが、なかなか手に入らないロレックスのような腕時計をやっとの思いで手に入れられると一生大事にしようと思うだろう。それと同じだ。なるほどな。だから恋愛では簡単には手に入らない女性を演出してうまく男性を追わせる必要があるということだな。ここでは男性を夢中にさせるためには女性からはアプローチしないということを覚えておいてくれ。わかりました。さて、まず女性がこの本の内容を実践しようと思ったら、基礎として2つのことを今すぐにやっていく必要がある。一つ目は、男性と出会う場所に行くことだな。男性と出会う場所に行くか。ああ、というのは当たり前の話だが、男性と付き合いたいし結婚もしたいのに家でポテトチップスを食べながら韓国ドラマを見ているだけだと彼氏ができることはないからだな。
会社にいても恋愛できそうな雰囲気がないのであれば、なおさら外に出ていかなければならない。まあ出会いがゼロなら恋人を作れるわけがないですもんね。そういうことだ。だから女性がモテるためには何としても外に出ることだ。例えばパーティーやゴミ拾い、ジム、クラブ、趣味の会、美術館、図書館、男女兼用のサウナでもいいだろう。ある意味連休とかハロウィンとか大晦日とかは外に出ていくチャンスだ。とにかく男女が入り乱れる場所に行けば、自分に興味を持つ男性が増える確率も上がるわけだな。キャンプとかでも一人だけ女性がいると意識しちゃいますもんね。そういうことだ。この本ではデブ症の人はまずは週に1回男性のいるどこかに出かけて大勢の男性に出会うといいと書かれている。もちろんさっきも言ったように、女性は自分からアプローチをしてはいけないぞ。ただその場所にいればいいんだ。そして2つ目に大事なのが、自分を大事にしておしゃれをすることになる。おしゃれか。そうだ。というのは、毛玉のついたプーマのジャージを着て、キティちゃんのサンダルを履いて、髪がボサボサでノーメイクの状態で外に出ても男性からは声がかからないからだな。それは釣り糸に何もつけずに垂らしているようなものだ。なるほど。ちゃんとメイクをして自分に似合う服を買って髪を整えて外に出ることだ。できれば髪を伸ばして香りのいいお風呂に入って自分をうんと大事にしてみるといいだろう。男性と比べて女性はがっつりメイクができるから見た目もなんとかなりやすい。自分を大事にしていれば楽観的になれるし、一緒にいて居心地のいい人にもなれる。そうか。そしてもし男性から話しかけられたら、ニコッと笑って質問されたことに答えるだけでいいだろう。何度も言うように、女性から率先して喋りかける必要はないぞ。ここでは、男性を夢中にさせるためには、おしゃれをして男性と出会う場所に行く、ということを覚えておいてくれ。わかりました。さて、ここからはさらに詳しく踏み込んだアドバイスをしていくんだが、その前に大前提として説明しておかなければならないことがある。それは、初対面からデート3回目までが勝負であり、そこで決まった印象がその後も持続しやすいということだ。デート3回目までの印象が持続しやすい？ああ、つまり初対面から3回目のデートが終わったくらいの時点でいい印象を与えられれば、その後も大事にされやすいが、初対面から3回目のデートが終わったくらいの時点で悪い印象を与えているのなら、その後も男性から大事にされないということだな。へえ。そのためデート3回目まではあえて女性からはアプローチせずに男性に追わせることが大事になるんだ。そうすれば男性は努力して何とか付き合えた女性をとても大事にするようになるというわけだ。ロレックスみたいに？そうだ。実際にこの本には、男性が自発的に関心を持って交際が始まる場合と、女性が働きかけて交際が始まる場合とでは、その後男性がどのくらいあなたを大切にしてくれるかに天と地ほどの差が生まれると書かれている。そうなのか。でもいつから女性は素の自分をさらけ出せばいいんですか？この本では、女性は4回目以降のデートからは少しずつ自分の素を出していくといいと書かれている。へえ。ってことは、女性は4回目以降のデートから彼氏に甘えてみたり、好意を伝えてみたり、多少だらしなくしてみたりしてもいいのか。まあそういうことになるな。それは3回目のデートが終わった時点で、すでに女性の印象がだいたい固まっているからだ。なるほど。ここでは、初対面からデート3回目までが勝負であり、そこで決まった印象がその後も持続しやすいということを覚えておいてくれ。わかりました。次は、男性を夢中にさせるためには3回目のデートまでは女性から電話や LINE をしないことだな。女性から電話や LINE をしないことか。ああ、というのは、女性から積極的に電話をかけたり LINE をすると男性を追いかけ回すことになってしまうからだな。何度も言ってきた通り、男性は追いかけたい生き物だ。だから女性からぐいぐい LINE や電話をかけない方がいいんだな。なるほど。実際に出会ってすぐに女性から積極的に LINE が来たり、デートに誘われたらどうだ？確かにちょっと萎えますね。なんかロックオンされて狙われてんな俺ってなります。そうだろう。そのため女性は LINE や電話番号を交換してもあえて連絡せずに相手から連絡が来るのを待つのだ。また男性から LINE が来た場合にもすぐに返信してはいけない。何？そこも？うむ。
それをすると暇な女性であることをアピールしているようなものだからな。男性が追いかけたいのはリアルが充実していて自分を大事にしている女性だ。暇で男からの LINE をスマホ片手に心待ちにして即返事を返す女ではない。なるほど。そのため LINE の返事は24時間待ってから返すくらいでいいと書かれているぞ。長いな。また細かいが LINE の文章も浮かれている LINE を送ったりハートの絵文字を過剰につけて好きな気持ちが文面から漏れてしまってはいけない。ん？雑に返せってことですか？いや、そうではない。モテたいなら女性はいつも上機嫌でいるべきだし、あっちから LINE や電話が来たら温かく親切に返すのが大事なんだが、自分からは積極的に行動しないし、相手に好意があることが見えないようにガツガツしないことが大事だということだな。なるほどな。あくまで親切に温かく対応するけど、好きかどうかはわからない状態で対応するということですね。その通りだ。ここでは男性を夢中にさせるためには3回目のデートまでは女性から電話や LINE をしないことということを覚えておいてくれ。わかりました。次は男性を夢中にさせるには3回目のデートまでは短く切り上げることだな。3回目のデートまでは短く切り上げるか。ああ、というのは最初のデートはちょっと物足りないくらいがベストだからだな。実際に初デートでも昼から夜まで目いっぱい6時間以上のデートをする人もたまにいるが、それだと互いに飽きたりうんざりしたり疲れてしまう。それは確かにわかるな。僕は大学生の時に女の子との初デートで昼から夜まで目いっぱい6時間以上デートをしたことがあるんですけど、最後らへんは話すネタもなくなって無口になっちゃいました。そうだろう。そのため3回目のデートまではカフェなら 2,3 時間、食事なら 3,4 時間で切り上げるといいだろう。初デートで5時間以上一緒にいるのは絶対に良くないし、初デートで体の関係を持つなどはもってのほかだと書かれている。もっと一緒にいたくても早めに切り上げた方がいいんですか？そうだ。もっと一緒にいたいからこそあえて名残惜しさを残すために女性から早めに帰ると言い出すのだ。まるでめちゃくちゃうまいアイスクリームを半分食べている途中で取り上げるかのように少し物足りなさを残すのがポイントだ。なるほどな。具体的には時計を見て、ああ楽しかったわ、でももうこんな時間だし明日は忙しいからと言ってお開きにするといいだろう。なんかシンデレラみたいだな。まあそれに近い。これも全て男性に負わせるための布石になる。もし男性が術中にはまっているのなら必ず2回目のデートに誘ってくるはずだ。術中？逆にもし男性が誘ってこないのなら諦めて次に行くことだな。なるほど。ちなみに補足として、この本には男性から電話があっても10分で切り上げるのがいいと書かれている。デートだけじゃなくて電話も短く切り上げるのか。そうだ。というのは長電話しているとわざわざ会わなくてもいいかとなってしまうからだな。確かに長電話した後って満足してしばらく会わなくていいやってなりますもんね。そういうことだ。男性を満足させてはいけない。とにかく3回目のデートまでは男性と接触する時間をあえて短くして物足りなさを残すことが大事になる。互いに満足するような深いデートは4回目以降にしよう。ここでは男性を夢中にさせるには3回目のデートまでは短く切り上げるということを覚えておいてくれ。はい。次は男性を夢中にさせるには3回目のデートまでは話しすぎないことだな。話しすぎないことか。ああ、というのは最初のデートで悩み事や個人的なこと、愚痴や以前の恋愛、親への恨み、さらには結婚や子供、2人のこれからのことなどをベラベラと話すと男性は冷めてしまうことが多いからだ。まあ確かにめちゃくちゃ話す女性といると疲れますもんね。それに最初から2人の将来のこととか病気のこととか結婚後の生活について語られても重いですもんね。そうだ。悩み事に関しては俺別にカウンセラーじゃねえしって感じだし、結婚や将来のことに関してはいきなり私と子供のために働けるかって聞かれているようなもんですからね。まあそうだな。初対面でこの話題が出ると男性は目が死んで、あ、やべえ、逃げろとなる。本当にそうですよ。でもデートで何を話せばいいんですか？簡単だ。ただ共通の趣味や面白かった映画、
テレビ、音楽、本、ネットフリックスで見たドラマなどの雑談を楽しくするだけでいい。何でもいいんだ。と言っても気をつけなければならないのは、女性はあえて口数を少なくして、極力相手の話を聞くようにすることだ。へぇー。エヴァンゲリオンで言うと、アスカではなく綾波レイのような口数の少なさがいいぞ。わかりすぎる。ああいう女性が男は好きなんですよ。ふむ。このように男性が恋をするまでは、女性は最初の段階では明け透けに全てを話すのではなく、あえてミステリアスな感じを残しておく方がいいんだな。そうやって僕のことをどう考えているんだろう、どんな人なんだろうと男性に考えさせる時間を作るのがポイントだという。もし言っておかなければならない障害や病気、個人的な悩み、借金などがあるのであれば、4回目のデートから少しずつ自分をさらけ出していくと受け入れられやすいだろう。そうすればこんなに素敵な人にもこういう悩みがあるのか、俺が守ってあげたいとなりやすいんだな。それはすでに3回目までのデートでいい印象が固定されているからだ。なるほど。ここでは男性を夢中にさせるには3回目のデートまでは話しすぎないということを覚えておいてくれ。わかりました。次は土曜日のデートの約束は水曜日までで打ち切るだな。土曜日のデートの約束は水曜日までで打ち切る？ああ、つまり木曜日や金曜日、もしくは当日に土曜日のデートを男性から申し込まれても断りなさいということだな。なんでそんなことしなければならないんですか？というのは、明日ご飯行かないと急に誘っていつでも簡単に会える都合のいい女性だと思われるのはよろしくないからだ。ほう。何度も言うように、簡単に手に入る女性に男性は恋をしない。男性が恋をするのは簡単には手に入らない女性になる。それはリアルが充実していてやることがたくさんある女性だ。そんな女性は人気だから、土曜日の予定は水曜日までに売り切れてしまうのだ。だからこそ男性からギリギリでデートに誘われてもお断りすることだ。なるほどな。もちろん断った後に、この日なら空いているんだけどいつ都合がいい？と女性から打診するのも NG になる。そうか。とにかく女性からは歩み寄ってはいけなくて、男性に追わせることが大事になるんですね。そういうことだ。優しい女性は心が痛むかもしれないが、最初は男性に追ってもらうことが付き合った後や結婚生活においても大事になる。ちなみにどう断ればいいんですかね？うむ、もうなんでそんなにギリギリに誘うの？と怒ってはいけないぞ。あくまでも上機嫌で優しく、土日の予定が詰まっていて忙しいことを伝えるだけでいい。そうすると男性は、あなたがなかなか自分の思い通りにならず、趣味や仕事、友達など自分を大切にして生きている女性なのだとわかる。なかなか手に入らない女性だからこそ、なんとか手に入れたいという気持ちが募るわけだな。ここでは土曜日のデートの約束は水曜日までで打ち切るということを覚えておいてくれ。わかりました。次は3回目のデートまではデートの場所を女性寄りの場所にするだな。女性寄りの場所にする？ああ、つまり女性の家の近く、なんなら家まで車で迎えに来てもらいなさいということだな。めんどくせえ。中間地点でいいじゃん。もしそう思うのなら、それはもう相手の女性を本当は好きじゃない可能性が高いだろう。本当に相手の女性が好きなのであれば、男性は2時間かけて電車や車を運転してでも喜んで会いに来るはずだからだ。まあ確かにそうか。その方が男性は、うわー、俺2時間かけて女性に会いに来てるよ、俺恋してるなーとなる。逆に女性がのこのこと会いに来ると男性は冷めてしまうんだ。なぜなら女性がこっちを追ってきてしまったからだ。お母さんじゃないんだから、そんなことをされると男は冷めやすいんだな。わかるな。何度も言うように、恋をするには女性からは歩み寄ってはいけなくて、男性に追わせることが大事になる。だからこそ3回目のデートまではあえて女性の家の近くをデートの待ち合わせ場所にして男性に追わせることが大事になるんだな。もちろん4回目以降のデートは2人の中間地点を待ち合わせの場所にしていけばいいだろう。もし会いに来てほしいと男性から言われた場合はどうするんですか？この本にはその場合、女性はその日は都合が悪いから行けないのと言ってデートをしない方がまだいいそうだ。鉄壁だな。
とにかく3回目のデートまでは女性からのこのこ会いに行ってはいけないのだ。ここでは3回目のデートまではデートの場所を女性寄りの場所にするということを覚えておいてくれ。わかりました。最後はデートではあえて男性に食事をご馳走してもらうだな。食事をご馳走してもらうか。ああ、というのは男性は本当に好きになった相手にはご馳走したいと思うものだからだ。もっと具体的に言うと、男性は好きな女性におごることで豊かさを感じるんだ。だから好きな女性におごるのは男性のためでもあるということだな。なるほどな。逆に言うと、ご馳走したくないと思うということは好きじゃない可能性がある。単なる友人か知人か、たまに一緒に会う恋愛ごっこの相手か、仕事仲間としか考えていないのかもしれないな。でも割り勘にしたいっていう女性も最近増えてきているんですよ。それに今の若い男性はお金がないですからね。ふむ、それでも女性は3回目のデートまでは心を鬼にして男性におごってもらうといいだろう。お金がないのならそれこそハンバーガーでもいいし、サイゼリアでもいいぞ。ミラノ風ドリアとかチーズフォカッチオでもおごってもらえ。いや、高校生かよ。この本には割り勘で高級レストランに行くよりも1000円くらいの食事でもおごってもらった方が男性の気持ちは高まると書いてある。へー。ポイントは彼があなたのために支払ってくれるということであって、金額の代償は問題ではないのだ。そうなのか。もちろんおごってもらった女性はありがとうと心からの感謝と喜びを表すことだ。何度も言うが、3回目のデートまでは女性は何も支払わなくていいという。それこそ高速の代金もガソリン代も払わなくていいだろう。だが3回目以降は小さなもの、例えばお茶代や映画のチケット代などの細々としたものを女性が自腹で支払ってもいいそうだ。へえ。誤解が生まれないように言っておくが、男性の同僚や仕事仲間、友人におごってもらおうとするのは NG だぞ。あくまでおごってもらう方がいいのはデートや恋愛においてだ。ここではデートではあえて男性に食事をご馳走してもらうということを覚えておいてくれ。わかりました。まとめだな。男性を夢中にさせるための方法。男性を夢中にさせるためにはあなたからは何もしないこと。男性を夢中にさせるためにはおしゃれをして男性と出会う場所に行くこと。初対面からデート3回目までが勝負であり、そこで決まった印象がその後も持続しやすい。男性を夢中にさせるためには女性から電話や LINE をしないこと。あえて最初のデートは2から4時間で短く切り上げること。あえて電話は10分で切り上げること。あえて3回目までのデートでは打ち解けすぎない、喋りすぎないこと。土曜日のデートの約束は水曜日までで打ち切ること。デートの場所はあなた寄りの場所にすること。デートではあえて食事をご馳走してもらうこと。これを3回目のデートまで繰り返し、4回目以降から徐々に自分を出していくだな。特に気になった部分はあるか？そうですね、書かれている内容は男目線からしても確かにそうだなと思えるものが多かったですね。そうか。ただし現代の日本では自発的に誘う男性が減ってきているわけで、女子が待っていればいいとのんきに構えていたらいつの間にか35歳を超えている可能性があるんじゃないかとちょっと思うな。確かにそうですね。だがやっぱり気骨のある前向きな男子を獲得するのであれば、この方法はありだと思うぞ。男子は老いたい生き物だからな。まあ一人でもこの方法を役立ててモテてもらえればと思う。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。